どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが4月29日の月曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報をまとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、前後関係、時系列の破綻なく、一本見ていただき、有益な時間にしていただけるようまとめていこうと思いますんで、 よかったらシーズン中の情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報をまとめ、昨日28日はタイガース見事な逆転勝利で、今シーズン最多の貯金後で、ここまでのタイガースの戦いを見てると、シーズン合計14勝上げていますが、両リーグ最多9度の逆転勝利をマーク、まあ。ちなみに昨シーズンもタイガースは12球団最多32回の逆転勝利を収めていましたからね。まあ、いわゆる逆転の虎というのが定着しつつあります。 で、ちなみに昨シーズン、4月終了時点で13勝だったんですが、逆転勝利は2度だけでした。ですので、かなりのハイペースで逆転勝ちを収めている、昨シーズンとまた違った流れというのがあります。で、タイガースは今日から松田スタジアムでのカープ3連戦ですが、そこに向けて入れ替えが発生します。というのも現状、タイガースの一軍登録枠は30人。一つ枠に余裕がある状況ですが、この枠で昇格を果たすのが、今日予告先発、すでに発表されています、西勇気投手です。 西投手は今シーズン、ここまで3試合先発し、防御率は1.69、0勝1敗、まだ勝ちがないんで、なんとか西投手に勝ちをつけてあげたいところ。21.1回を投げて、奪った三振12個、与えた四死球わずか3つ。 率割一部三輪ウィップということで抜群の数字いやー、本当にここまでの西投手、いいピッチング続けてくれてますよね。特に直近2試合は、8回無失点、8回1失点と、合計16イニングで1失点。岡田監督も西投手のピッチングは評価していましたが、なんとかもう勝ちをつけてあげたい。開幕ローテに入ったピッチャーで、まだ勝ちがないのは西投手だけ。ただ西投手はここまで、対セリーグ球団ダント突、通算15勝を挙げてます。で、今シーズンもカープ相手に8回無失点、 しっかりキラーぶりを見せてくれてます中10日の投板間隔を空けて、まあ、しっかり西投手の中でもリフレッシュしてね、まあ、再度投板できるんじゃないかなということでなんとか西投手を援護していきたいさあで一方2軍の最新情報昨日タイガース2軍はホークスと戦いましたが結果5対8で敗れるという結果にただ打線に関しては11安打ダ5得点ホークスの10アンよりも1本多いですでその中で特に注目していきたい若手野手魚盤を任されている井上選手なんですね井上選手に関しては今シーズン も春のキャンプ1軍スタートアピールを続けていたんですが激しい外野手争いが続く中2軍で出番を待つという展開になったでそこで井上選手いいアピールを見せていたんですが3月の中旬スイングをした際に左肩を痛めてしまったでこれによってチャンスが消滅してしまい2軍スタートという形になったんですがその井上選手しっかり牙を研いでいます というのも昨日のゲームでも3打数2安打、2つのフォアボールを選ぶなど、これまでとガラッと変わった姿を見せてくれている。というのもここまで2軍で18試合に出場し、63打数19安打。 打率が3割ーブ2輪ツーベース3本、ホームラン3本、打点が9、フォアボール合計11個選んで、出塁率が4割、OPS が892、三振率は2割4分ということで、井上選手はこれまでのシーズン、まあ、なかなかシーズントータルで見て、打率が上がってこなかった。ただ今年は18試合時点ではあるものの、打率3割を超えていて、フォアボールもしっかり選べていることで、出塁率が4割、そして課題となっている三振率も徐々に安定、ノーステップ打法が体に染み付いて、それが今の対応力アップにつながってるんじゃない で、そんな井上選手に関して新たな動きがありましたというのも昨日のゲーム、4番ライトでスタメン出場したんですが試合後半、ファーストを守りました。 まあちなみに井上選手、これ2軍公式戦で初めてファースト守備についたんですね。ゲッツーに絡んだりと、無難に守る姿というのも見せましたが、いやーこれは個人的に井上選手にとってもそうですし、チームの未来にとっても一つ大きなステップになるんじゃないかなというふうに感じます。というのもやっぱり今のタイガース1軍外野陣というのを見ていくと、ある程度メンバーが固まっている状況です。まあ、センター近本選手は完全固定ですし、 森下選手もまだ2年目ではありますが、自分の地位を確立しつつある。で、今シーズンのレフト起用は、ノイジー選手と前川選手、この2人の併用。まあ、右バッター、左バッター、バランスが取れている状況ですし、2人とも打撃の状態は決して悪くない。前川選手なんてシーズン打率3割オーバーですから。今この2人の併用を崩して、レフトで新たな選手を試す可能性というのは現状低い。そして外野だけじゃなく、内野複数ポジション守れる小野寺選手もバックアップで控えてますから。今、外野手登録の選手は少数制。 でで戦っていいいますすがが内野野登録ののの上田選手も外野に入るるここととあるんななかなか今この画像を崩すというのは難しいただタイガースの未来を考えそして井上選手本人にとってもこのファースト守備解禁というのは大きなポイントになるかなとで和谷軍監督は井上選手のファースト起用についてまあまあ試合の流れもあるし今日も最後栄えただけっていうねもう総力戦になったっていうところもあるしやっぱりコウタの場合ねファーストもできた方が幅も広がるこれからそういうこともあり得るってことで今日はファーストに入りました これからの状況によってはあると思うとこのように説明。ですので昨日のゲームだけではなく、継続的に井上選手のファースト起用は十分に考えられる。で、井上選手のファースト解禁がチームにどういう影響を及ぼすかというと、やっぱり今のタイガース、ファースト専門の選手って大山選手一人だけなんですよね。今シーズンも全てのゲーム、大山選手がファーストで出場していますが、その大山選手以外にファーストを守ったのは小野寺選手だけ。ま、それも一試合だけですし、昨シーズンも大山選手が全てのゲーム、ファーストで出場し、 その大山選手以外にファーストを守ったのは、糸原選手、原口選手だけ。ですので今のタイガース、ファースト専門の若い選手が存在しないという状況です。ま、井上選手も本職は外野手、ま、スローイングも決して悪くありませんし、あの送球の強さというのは大きな魅力ですが、もし大山選手に何かあった時、ファーストの選手は流動的になるということが現状濃厚なんで、となってくると2軍でしっかり結果を出している井上選手が、ファーストも無難に守れるとなれば、選択肢は間違いなく広がってきます。で、それは今シーズンだけじゃなく、 井上選手もまだまだ若いですからね未来の可能性を広げていくという意味でも大きな一歩になるんじゃないかなということで、まあ、引き続き井上選手の起用法というのは注目していきたいなとそしてもう一人ピッチャーで気になる存在がいますそれが湯浅投手です湯浅投手は昨日のホークス戦7回1点ビハインドの状況で登板したんですが1イニングまさかの5失点1回を投げて球数34球 バッター9人に対して、許したヒット4本、与えたフォアボール2つで5失点。うーん、岩佐投手、なかなか状態上がってきません。試行錯誤の日々が続きます。ここまでファームで5試合登板し、投球イニングは合計3回と3分の1、失点10で、防御率は27.00。で、直近3試合連続で失点続いていますが、和田に軍監督は岩佐投手について、 球がいかないことで本人も苦しんでると思うしちょっと首をかしげながら投げるような感じなんでねここを乗り越えていかないといけないところ今日含めて3回ぐらい本来のピッチングができていない これは投げながら修正していくしかないと思う。それがブルペンなのか、試合なのかは別として、今ね、本人も苦しいかもしれないけど、なんとか乗り越えていけるように、コーチと一緒にやっていくしかない。気持ちとボール両方だろうな。やっぱりボールがいかないから気持ちも乗ってこないだろうし、今どこが悪いっていうか全体がね、だからどこかが治れば、全部治っていくかもしれないし、原因が二つ三つあるかもしれない。そういうところ、ピッチングコーチと一緒に取り組んでいかないと。 いい時期もあったわけで、これが一つの壁だと思うから、しっかり乗り越えていかないとねと、このように言及。うんーま、やっぱり今、湯浅投手からすれば、自分の状態がなかなか上がらない。で、一方、一軍に目をやると、中継陣が盤石の体勢を築いている。チーム救援防御率は1.13、セリーグダント突です。 まあやっぱりプロの選手、自分がいない状況でね、まあ、一軍がバンバン勝ってしまう。で、自分が本来いたポジションに、他の選手がハマってしまうと、悔しいという気持ちはもちろんそうですが、なかなか心穏やかにね、日々を過ごすというのも難しいものがある。ただもう今の岩佐投手は、結果で全てを跳ね返していくしかありません。もう結果で這い上がるしかない世界、和田二軍監督のコメントにもあった通り、いい時期というのは間違いなくある。そして投げてるボールというのは本当に素晴らしいものがありますから、だからこそこの今の期間を、我々タイガースファンとしても,も、 ちょっと岩佐投手が大きくなれる期間として捉えていきたい試行錯誤の日々は続きますが岩佐投手が今の状況をどのように打破していってくれるか引き続き注目していきたいなと思いますはいということで今回の動画ではタイガースの最新情報をまとめご紹介していきました1軍の動きはもちろん2軍でも様々な動きというのが1年間通してありますその情報もしっかり皆さんにお届けできればなということで今後のタイガースも楽しんで見ていきましょう皆さんは本日ご紹介した最新情報それぞれどのように考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者54,800人突破、いつもありがとうございます。 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万5000人ということで、今後とも阪神情報局、何とぞよろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。井上選手のファースト守備解禁、タイガースの未来を考えても大きな一歩だと思います。今後の起用法も引き続き、注目していきましょう。ではまた。